武勇伝は武勇伝話していいですか。武勇伝だけ話してください。あ、これあのベースの使い方、自分の声が使えますか。あ、そうです、あの全部 BGM 全部使います。自分の声、自分の声で聞くのが嫌なんですよ。そうですよね。最初は僕もそうです。私もあれでした、嫌でした。最初は嫌で何も聞こえないです。あ、多分聞こえない。あ、なるほど。多分つけたら、両方つけたら聞こえないですよ。ツイキャスを新里さんお願いしてもいいですか。映像が流れるんです。すごいっすね。ラジオでもラジオ見ましたって言われます。見る時間になりました、ね。ラジオ使うとね、面白いですよ、うん、じゃあ20秒前ですね。ラジオを活用し始めてますね。彩り鮮やか、はい、やってまいりました。ビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンでは YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。なお、この番組は FM コザでも同時放送しております。各放送分の映像は公式ブログ新里哲也 .com にて公開しております。 YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネージメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画、シュレイホーム、リンパ専門スクールエヌズの提供でお送りいたします。はい、ということで本日も私新里哲也が、ビジネス天国沖縄をお送りいたします。そしてアシスタントに、はい、FM ギノアンのマナミです。よろしくお願いします。はい、マナミ本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、毎回素敵なゲストさんが来て、はい、いろいろお話を伺ってるんですけど、はい、本日もスペシャルですね。はい、今日もまた素敵な方がいらしましたね、はい。今日番組始まるマナミがすごいギャグを、はい、いや、ギャグではないです。世界的なギャグをね、言ってくれたので放送中にご紹介したいと思います。喜んでもらえて、喜びましたね。本当によかったです。マナミにこんなギャグのセンスがあったとは。じゃあ、まあ、はい、おいおい、はい、番組の中でね、はい、ご紹介したいと思うんですけども、はい、まあ、本日のゲスト様はですね、まあ、スポーツ好き、サッカー好きには、まあ、たまらない、うん、ぜひちょっと聞いてほしいですね、なると思いますね、はい。まあ、普段の生活の中でね、本当になかなか聞くことができないお話が聞けると思います、はい。あの、僕もね、スポーツ好きなので。そうですよね、好きなんですよ、はい。なので直接聞けるってすごいなと思いますね、はい。普段こう画面で見る以外の情報が、はい、あの、聞くことができますのでね、うん、あの、その情報を聞くことによってまたね、あの、画面で見るスポーツ、サッカーが面白くなる、はい、うん、見方が変わったりするかもしれないですね、思いますので、はい、そのあたりまたね、いろいろお話を伺っていきたいなと思っております、はい。まあ、スポーツ、まあ、ビジネスのお話も当然されますし、まあね、いろいろね、普段生きていく中のヒントにもなると思います、はい。特にスポーツ好き、サッカー好きには、はい、たまらない1時間になると思いますので、はい、CM を挟みましてご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。気が抜けないんですよ。気抜
いたところで映像はあるので、うん、気が抜いたところでコメントが来たりするんでこれコメントですか。あ、そうです、コメントが来たりします。動画ネットに上がりますので、もうあとは使い回しできますので、あとはお送りします。そうですね。IT 男子になりたいんですよ。あ、マジですか？機械音痴で。あ、そうなんですか？もう現役中もそんなパソコンを触るっていう機会はもうなかったので、意外に僕も IT 得意ではないんですけど、今その機械とかツールが充実してるので、前でノウハウがないんですよ。なるほど。もう動画なんかも勝手に作っちゃうので、うんうんうん、僕動画使うんですけど、大体1、2分ぐらい作っちゃうので、実はいらないです。ただ、その難しいっていう、はい、その固定概念が邪魔するんですよ。あ、やるかもしれないです、ね。やると意外に簡単なんですよね。そうですね。本当に簡単ですね。確かに。あの終了後に僕教えますね、動画の作り。あの10分で作れるんです。携帯でできるんですか？携帯でできます。携帯で撮って、携帯で編集して、携帯でアップするっていう。携帯で全部。全部携帯で完結。完結する。うちの嫁はそれだけで YouTuber なんですよ。平洋さん。ですか。じゃあ、あと15秒前ですね。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております、毎回素敵なゲスト様をお呼びしていろいろお話を伺っているんですけど、本日も本当にスペシャルな方が来ていただいております、早速ご紹介したいと思います。元 J リーガーで現在はですね FC 琉球のフロントをされております、まあ本当に大活躍をされておりました西川翔吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや西川さん、よく来ていただきました。本当にいえいえ、こちらこそ。いやもう本当に実は僕、西川さん のトークライブを一度聞く機会がありまして、ものすごくこういい刺激になったというか、なかなか聞けないお話をたくさん聞くことができたので、ぜひラジオにということで、お願いしたところ、快く引き受けていただきまして、今日があるということなんですけども、いやいろいろたっぷり1時間ありますので、はい、いろいろお話伺っていきたいと思います、はい、あの冒頭にですね西川さん、先ほど今日の MC のまなみさんにですね、はい、今日 FC 琉球のフロントの方が来るんですって僕が熱く語ったらですね、はい、すごい答えが返ってきました。何でしょう。 FC 琉球の受付の方が来るんですかフロントだからフロントだから受付。なるほどなるほど。まあまあ前職がフロントだったので、はいはい、ホテルで働いてたんですよ、はい、でフロントイコール受付なんですけど、僕ねそこで膝つきそうになってですねFC 琉球の受付です、はい、どこにあんの受付みたいな間違ってはない、はい、穴がち、はい、広い視野で見たら、はい、広い視野でね、相当広い視野でね見ないとね、いやそれを笑っていただける心の広い西川さん、ありがとうございます。そのフロントじゃないからね、はい、うん、はい、学びました。学びました、はい、あのいろいろお話を伺っていきたいんですけど、まあ、西川さんはもともと J リーガーとして、はい、活躍したということなんですけども、広島のご出身で、はい、最初に所属したチームはサンフレッチェ、はい、広島、地元の、はいはい、サンフレッチェ広島ですに、所属しましてね、もういろんなチームを、そうですね、はいはい、全部で6チームになりましたね。なりまして、はい、延べ15年、はい、Jリーガーとして活躍したということなんですけど、はい、まあさらっと言いますけどプロの世界でトップリーグで15年活躍するって、もうこれ聞いたときね、もうこれだけすげえなと思って、ですよね、15年活躍する選手って、ほんの数パーセントじゃないですか。そうです、まあ、僕も現役辞めてから、はい、まあ、よくやったねとか、はい、そういう声をいろいろ言われてるたりするんですけど、はい、まあ、でも本当、あっという間でしたね、振り返ると、はい。まあ、なんていうんですかね、いろんな要素があって15年できるわけじゃないですか、はい、当然、怪我なく。はい、でもっと言えばチームから必要とされるっていうのがあるわけじゃないですか、うん、はい、そういうのすべて含めて15年そこで戦ったわけですから、
や本当にすごいと思います。いや僕は運がいい方なので、はいはい、いやでも、ね、本当運いいですよねいやもう本当にまあ実力も、はい、まあ、大事も、もちろん、うん、それがないとプロにはなれないと思うんですけど、はい、やっぱ運とかタイミングとかってそうですよね、はい、もう西川さんのお話聞くとね本当に実力プラスアルファがすごいなっていうのがあるんですけど、はい、まあ、15年J リーガーとして活躍したということなんですけど、はい、まあ、いくつかきっかけがあったっていうことなんですけど、はい、一番最初の転機って何だったんですか。それが僕が大学生の頃に、はいはい、サンフレッチェ広島の下部組織のユースチームと、はい、まあ、対戦する機会がありまして、はい、でそこで、まあ、その下部組織なんで、はい、そのトップチームの監督さんとスカウトの方が、はい、まあ、そのユース生を見に来てたんですね、はいはい、でめちゃくちゃ強くて、はい、その当時その世代が、はいはいはい、まあ、9人ぐらいプロになってるんですけど11人中で、まあ、そういったチームと対戦する、はい、でも僕だって大学生ですよ、はいはい、相手高校生です、はいはい、負けたくないじゃないですか、まあ、もちろんいくら強いと言ってもねいくら強いと言っても負けちゃいかんと、はいはい、でまあ必死こいて頑張るわけですよ、はいはい、で僕ディフェンダーなので、うん、ポジションが、はい、でも攻められるんですね、はい、でもやられたくないんで、まあ、一生懸命頑張っていたら、はいはい、まあ、その監督トップチームの監督とスカウトの方が、はいはい、あいつ誰だってなって、はいはい、なかなかいい動きしてるじゃないかってなって、はい、でまあ調べるとまあ中学校高校とまあそれなりにまあやってたやつじゃないかってなって練習参加してくれって言われて、はい、まあ、そこが転機ですし、まあ、それがなかったら今の僕はないかなっていうぐらいですね、はい、その裏を返せばそのユースチームとの試合だったからこそそのスカウトがそこに、そうですよね、対戦相手がもしかしたら違うとこれはなかった話なので、はいはい、いやもうその時点でもちょっと映画みたいなすごいですね、ね、運がいいだけです、はい、いやそこにスカウトの目に留まりまして、はい、っていうことでね、そうです、はい、そのスカウトの方っていうのは西川さんどのあたりにこう魅力を感じたんでしょうか。まあ後々言われたのはもう身体能力、はい、まあ、そのヘディングの高さだったり、まあジャンプとかもそうですし、まあそのスピードもそうだと思いますし、まあ、あとは体格当たり負けしないとか、やっぱそういうところを見てくれてたのかなというふうに、なるほど、はい、スピードっていうのはもう教えられないってよく世界のあのスポーツの世界で言われますけど、はい、やはりこう西川さんのプレーを見たときに身体能力を見てやっぱこう鍛えればそれはものになるっていうふうに感じたかもしれないですね、うん、そうですね、まあ、はい、まあまだまだ全然その大学生でやってる、しかもそこまでこう強いチームじゃなかったので、はい、まあ、その期待値っていうか、はい、そういうのを期待されたのかなと思いますね。あれ声かけられた時ってどういう気分だったんですか。いや最初は、はい、いやまさかと思って、で僕実はサンフレッチェ広島の公式戦のボールボーイをしてたんですよ、はい、あ、ボールボーイしてた、はい、ボールを周りに、はいはいはい、持ってる人がいるじゃないですか、はいはいはい、であれが僕たちの大学と提携してて、はいはいはい、でやってたんですよ、うん、で普通にボールを、まあ、はい、間近で見れるじゃないですか、はいはいはい、で僕からたちからしたらすごいいい機会なんですけど、普通にボールを渡したりしている中で急にその人たちと一緒に練習するっていうことになるじゃないですか映画じゃないですかすごいですね。いやもう嘘でしょってなってもう緊張しまくりですよねまさかと思って本当に嘘でしょうですね、夢のような話ですね。そうなんです、そこが始まりでしたね。はい、練習来ないかって言われたわけですね。そう、練習来ないかって言われて、まあ、最初1週間って言われないんですよ、はいはい、でまあ1週間緊張しながらもやるじゃないですか、はい、すると来週も来てくれって言われて、はいはい、いやいやいや1週間って言ったじゃないですかと思ってそこ喜びましょうよなんで嫌がってるんですかやったはなかったです正直なんか残業みたいないやもう本当にもう緊張しながらもう、いやまあいやそ、でもあれじゃないですか、こう緊張しながらもプレーして、はい、やっぱりこうプロと間近に合わせるわけじゃないですか、はい、どうですか、この印象っていうのは。いやもう、まあ、もちろんですけどレベルも全然違いましたし、はいはいはい、まあ、でもやっ
ぱりそういうレベルの高い人たちをサッカーするっていうので、うんうん、またこうよりサッカーが楽しくなったというか、うん、あ、楽しくなった、はい、楽しくなりましたね、はい、それはどういうところに楽しさを感じたんですか。まあ、やっぱみんなもちろん上手いですから、はいはい、まあ、そういった中でこうやると、うん、まあ、いろんな発見がやっぱ自分の中に出てくるんですよね。あ、もっとこうできるなとか、はいはいはい、でみあの選手たちの話を聞いたりもできるし、うんうんうん、そしたら違った角度でサッカーが見れたりとか、うん、すごい勉強になりましたね。あの自分の成長を感じることができるっていう。そうですね、ことです、はい、でも今までこうテレビで見てた人たちですよね、はい、間近でボールボーイとしても、はい、そうと一緒にこう画面に入る感じじゃないですかよ、はい、いやそうですよ映画みたいだね。すごい本当にもう緊張して喋れないとかはなかったんですか、この選手とか。いや、そうっす、まあ、自分からその、はい、やっぱベテランだったり年上の選手っていうのはなかなかこう話せなかったですか、はい、自分から、はい、同年代の選手とはすぐ仲良くなれたので、はい、まあ、そうやって、まあ、仲間にも恵まれたかなって思いますね、はい、なるほど。で、ね、もう自分ではそう思わなかったんですけど、トップリーグでやることによって、それからもサンフレッチェと正式に契約を交わして、そうですね、その1年後ですね、はい、晴れて J リーガーになったわけですよね。はい、そうですね。でも周りもびっくりしたんじゃないですか。おそらく周りが一番びっくりしてますね。、はい、もうだから高校の同級生とかも、はい、まあ、未だにってもう今やめましたけど、はいはい、まあ、現役中も全然僕のことをプロだと思ってなかったらしくて、現役中そういう風に見れないっていう。まあ高校生からの付き合いなので。なるほどなるほど、はい、まあ、まさかお前がみたいな。いやもう本当そんな感覚だと思います、はい、自分でもそう思います。でもね、スポーツしてる人からしたら、はい、トップリーグで、ね、試合に出るっていうのはもう本当に夢だと思うので、はい、 そうですね、それを勝ち得たっていうのはね、でも本当にこう実力もさることながら、こういろんなこうなんか運というか、そういうのもね、作用して J リーグになってますよね。そうです、もう本当に上手い選手ってやっぱ本当たくさんいるんですよ、はい、ゴロゴロいる中で、うんうんうん、まあ長く続けられたっていうのは、はい、うん、まあ運もタイミングもやっぱりあったかなって、はい、そうですよね、はい、思います。15年活躍するって大変だと思うんですけど、こう長く続けられた要素っていうか、自分の中でどう考えてますか。まあ、僕が思うのは、はい、まあ、サッカーってメンタルスポーツだと思ってて、メンタルスポーツ、はい、まあ、やっぱ精神的に、まあ、強いって言えば簡単なんですけど、はい、うん、まあ、腐ることなくやってきたっていうのはあるし、はいはい、まあ、あとは、まあ、いろんな選手とか、まあ、監督、はいはい、コーチもそうですけど、うん、意見を取り入れるっていう姿勢だったりとか、はいはい、うんうんうん、っていうのはまあ自分にあったかなと思うんで、まあ、振り返ればやっぱ、まあ、振り返ればっていうか、いろんなチームのいろんな選手見てきましたけど、やっぱそういう選手って長くどこのチームに行っても必要とされてるのかなと思ってますね。メンタルの強さっていうのは、その適応力とかそういうことですか。そうですね、はい、そのチームに合わせて、そうです、まあ、実力はもうズバ抜けてる人ならまた別なんですけど、うんうんうん、まあ、どっちを取るってなった時に、はい、まあ、やっぱりこう、まあ、頑固もいいんですけど、うんうん、こうなんか一人でなんかこう、はい、すぐ腐るようなやつとかよりもやっぱこう素直に受け入れられる選手の方がやっぱチームには必要なのかなと思ってますね。確かにサッカーって組織でやるスポーツですし、はい、やっぱりそこでこうそういう方がいると全体の士気にも影響してきますからね。影響するんですよ、はいはいはい、なるほど。いやすごいですね、メンタルというのは柔軟性でも、これサッカーだけに限らずですよね。だと思います、はい、そうですよね、もう本当に、はい、間違いないですね。いろんなチームをやっぱりこう見てきて、ね、これまで活動してきたと思うんですけど、やっぱり強いチームって何かこう共通点みたいなのってあるんですか。僕が思うのは、はい、まあ、もちろんいい選手が揃えれば強くはなると思うんですけど、はいはいはい、まあ、あとは、まあ、クラブフロントもそうだし、うん、はい、まあ、サポーターもそうですし、はいはい、まあ、そこが本当に一丸になってるクラブっていうのはこう強いなっていう印象はありますね。やっぱこう、はい、そういうのも含めてチームだと、はい、やっぱ、ね、11名だけではなくてっていうことですね、はい、そうです、現場だけじゃなくて、はい、やっぱ中からこういい組織を作っていかないと
いい関係性ができないと、うん、はい、まあ、チームって強くなっていかないかなっていうのを感じてます。なるほど、はい、重みがありますねこれだけ経験、ね、経験してるからこそですね、はい、いやでも逆に言えば、今はどちらかといえばそれをまとめる側に今ポジション的にいるわけじゃないですか、はい、もうやることってやっぱ全然違うもんですか。いやもう思いのほか違いすぎてまあでもこれも自分がこうやりたかったことの一つだったので、はいはい、うん、まあ、すごい新鮮な発見ばかりがあってすごい楽しいですし、はい、うん、まあ、まあ逆に大変さも分かって、はい、まあ、選手時代に気づかなかったことっていうか、はい、分かってるようで分かってなかったことがたくさんあるなっていうのはすごい感じてます。15年の J リーグ選手の経験を持ってしてもまたある意味ゼロから始まる部分もあるじゃないですか。いやもう ほぼゼロほぼゼロです、はい、もうやっぱり社会人1年生っていう感覚もあるんじゃないですか。僕はその感覚でやってるんで、はい、もう全部やっぱり取り入れたいっていう、はい、でも裏を返せばこう自分が成長を感じる時期でもあるんじゃないですか。そうですね、まあ、はい、まあ年齢も年齢なので、まあ、社会人、はい、1年生ですけど、うんうん、まあ足踏みしてたらダメだなっていうのもあるんで、はいはい、やっぱ日々成長して、はい、吸収して、うん、まあ、チームに還元できるようにやっていきたいですね、はい、なるほどね。でいろんなチーム渡り歩き、ね、来た中でまた、うんうん、ここ沖縄の FC 琉球の方に、うん、まあね、来ていただいて、はい、沖縄が大好きなんですよ僕が。あ、なるほど、はい、もう沖縄に住みたいなっていうふうに、はい、いつぐらいか30歳ぐらいの時に思い始めて、うん、はい、でまあ、でも住みたいって言っても、まあ、サッカー選手だったら、うん、自分からここのチーム行きたいって言ってもオファーが来ないとやっぱ行けない世界で、はいはい、でまあ、昨年たまたま声かけてもらって、はい、どうでしたか声かけられた時は。でもすぐ行きますいやもう本当に沖縄住めるってなって、はいはい、まあ、実際今1年3ヶ月ぐらいですかね、はいはい、住んでみて、うん、いいですね。あ、どこがいいですか沖縄の魅力が。まずあったかいやっぱり気候ですかね、はい、まあ、僕山形もちょっと6年ぐらい経験してるんで、はいはい、あったかいところは好きって言ったらまたあれなんですけど、6年間も雪国にいたんで、はい、雪は基本降らないですからね。降らないですよね、はい、でまたいいんですよ雪景色も綺麗なんですけど、うん、はいはい、まあ、海も好きですし、うん、まあ、暖かいところで住めるじゃないですか、はいはい、すごく今本当に住みやすいっていうか。なるほど、はい、沖縄に行きたいと思ったら沖縄からオファーが来たと。そうです。なんかこう逆オファーみたいなのあるんですか俺を取ってくれみたいな。ああ、逆オファーは僕だったらやりそうなんですけど、まあ、代理人代理人の人が動けば可能性は、はい、プレゼンをして、はい、プレゼンして、はい、まあ、可能性はゼロじゃないっていうか、はいはい、そういう、そういうパターンもあります。あります、はい、あります。あれって直接電話が来るものなんですか本人の方に。選手には、まあ、代理人の人がいれば代理人投手なんですけど、はいはいはい、いない人は、まあ、選手に直接来たりします。直接電話が来る、はい、まあ、まあ、あとは、まあ、人脈も関係してくるかなっていうのが正直。なるほどね。でそこであれですか、後日こう条件面とか交渉になるんですか。そうですね、まあまあ、その時点で条件面も。あ、電話の時点で、はい、出ますね、まあ、どれぐらいでみたいな、給料どれぐらいで、はいはい、みたいな話は。その時点で OK 出したんですか。僕は、まあ、2、3回もうちょっとっていう話なるほどね、一応あの 2,3 回ちょっともうちょっといけないですかとかそうですよね。そうだ、そうですよ、商売ですからね。そうです、商売だし、まあ、自分の生活にかかってくる話なんで、ね、はい、いやでもそれでまたね沖縄に来ていただいて、うん、僕らね沖縄の人間からするとすごくありがたい、はい、いいんですけど、うんうん、で実際来てみてどうですか、サッカーを含めて。まあ、その FC 琉球自体が、はい、まあ、J2、はい、初年度のタイミングで来たので、うんうんうん、まあ、すごい盛り上がってるんだろうなと思って、はいはい、もう沖縄中が本当 FC 琉球を応援してくれてるっていう感覚で来たんですけど、うん、はい、まあ、思いのほかちょっと自分の中でですよ、はいはい、
自分の感覚ではまあ物足りないなっていうのが正直ありましたね。もうちょっとこうサッカー熱というか、うんうんうん、そういうのがあるのかなと思ったら、まあでもよくよく考えるとまあ J2 まだ1年目なんで、うん、まあ、これからのクラブだなとも思いましたし、うんうん、まあやりがいはあるなって感じましたね、うんうん、はい、基本的に沖縄の人っていうのはスポーツが好きな方が、そうですよね、多い、野球、そうですね、高校野球とかはやっぱ、はい、なんかこう特別遊ぶところも少ないので結構スポーツ好きなんですよ、見に行くのがですね、はい、もっともっとこう見に来てほしいな、なるほど、せっかくプロチームがあるわけですからね、はい、いやでもそのあたりすごく聞きたいことがいっぱいありまして、サッカーの楽しみ方とかね、ここ見どころとか聞きたいんですけど、まあ、一旦ちょっと CM を挟みましてですね、はい、引き続き、サッカーの魅力についていろいろお話を伺っていきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。ジーコが好きなんですね。そうですよ、アントラーズ、まあ、最初アントラーズだったんですかね。そうですね、最初やっぱ強かったじゃないですか。強かったですよね、ジーコ、アルシンドとかサントスとか、そうね、はい、ジーコ会ったことあるんですよ。そうなんですか、神様ですか。でも彼が来たらでかいですよね。ジーコが日本に来たら大騒ぎですもんね。大物来てるんですけどね、2部とかで来てますよね、最初。そうでしょ、神様。沖縄はやっぱ来たいっていう人が多いですよね。なんか沖縄に将来住みたいとかいう人がやっぱ多いなと思って。多いよね、気候なのかな、何なんですかね。でも緩いですもんね。緩さなのかな。なんかまあでも思ったんですけど、これ緩くなるなと思ったんですよ。毎日こんな気候で人間生活してると緩くなるわっていう。そうなんです、僕のせいじゃないんですよ、気候のせい。そうなんです。じゃああと15秒です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております、本日のゲスト様は元 J リーガーで琉球 FC 琉球の西川翔吾さんです。よろしくお願いします。お願いします。後半ですね、いろいろお話伺っていきたいんですけども、今フロントとして活動されてますけど、やっぱこうサッカーの魅力というかね、楽しみ方とかいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、西川さんの考えはこのサッカーの魅力って何ですか。サッカーの魅力ですか、はいはい、もうスタジアムに来てもらえれば、はい、もう本当に分かると話が早いんですけど、はいはい、やっぱりこう、チームスポーツなので、はいはい、やってる側からすると、うん、やっぱその目的に向かってチームとして戦ってるっていうのが一つだし、それを達成する達成感っていうのもありますし、はいはい、見る楽しさっていうのは何ですか。僕やる側、ずっとやる側だったので、はいはい、実際正直こう、うん、なんですかね、スタジアムに行って、はい、生で、うん、本当にじっくり見るって機会があまりなかったっていうか、逆に、はい、だからこうスタジアムの雰囲気も、分かってはいるんですけど、はいはい、実際やっぱ、例えば FC 琉球の試合も、うんうん、スタンドから、はい、こうサポーター目線で見るっていう機会が、正直なかったので、そのやっぱ盛り上がりっていうのは、来てもらえれば分かるかなと思いますけどね、はい、
確かにそのスポーツだけ音楽もそうですし、すべて生だと全然違うじゃないですか。これはもう本当にこう絶対に違うと思います。西川さんが、ね、言わんとしてのすごく分かって、やっぱり会場に来ないと分からない何かあってあるじゃないですか、はい、あると思いますね、はいはい、やっぱ一度会場に来ると魅力が伝わると。そうですね、はい、まあ、だから会場に来て欲しくなるようなやっぱこう、はい、ものを、まあ、僕たちが作っていかなきゃいけないかなっていうふうに思ってます、はいはいはい、あの本当にこう僕もね何度か見に行ったことあるんですけど、このスピード感とか体の当たりとか、雰囲気とか選手の表情も見えるじゃないですか、うん、画面で見る、はい、あれってすごいいいですよね、はい、まあ、その激しいスポーツなので、はい、まあ、ああ見えて、はい、だからそういうなんかぶつかり合いもそうですし、うん、まあ、スピード感とか、はい、まあ、そういったのはまあやっぱ現地で生で見るっていうのは、うんうんうん、見に来てほしいなと思いますね、本当に。そうですね、はい、サッカーっていうのはまあ、そんなにこう点が入るスポーツではないじゃないですか、うん、はい、まあ、1点2点3点、はい、まあ、5点とか入ることもあると思うんですけど、はい、やっぱりその点が決まるまでのこの駆け引きとか緊張感、あれいいですよね。そうですね、まあまあ、本当に1点の重みというか、そうですよね、そういうのはすごい大きいので、まあ、逆に言えば1点入る喜びっていうのも、はい、やっぱ大きいですよね、そう考えると、はい、その1点決めるためにこう組織で組み立てて、はい、そうなんです、1点を取りに行くわけですからね、はい、なかなか点入らないと入らないですから、はいはい、まあ、その難しさを、うん、まあ、楽しみに変えてっていうか、はいはい、そういうのはやりながらやってます。でも逆に3点ポンポンポン入ったりしますよね。入るとき入るんですよね。入りますよね。いや、もうこれ本当面白いんですよね、サッカーって、はいはい、こう強いチームが勝つわけではないので、うんうん、まあ、僕は思ってるのは、まあ、勝ったチームが強いと思ってて、あ、まあ、やってみなきゃわからない部分って、まあ、同じその、はい、なんですか、カテゴリーの中での話ですよ、うんうん、はいはいはい、今で言うと、まあ、J2 リーグのディビジョン2の中だったら、うん、はい、本当に勝った方が強いっていう、勝った方が強い、はい、っていう感覚でいますね、僕は。なるほど、まあ、ぜひ会場で、その感動を味わっていただきたいと、はい、いうことですよね、はい、僕結構僕スポーツ見に行くんであれなんですけど、やっぱりこうサポーターの方もね本当に一生懸命応援されてますよね。いや、もうあれ結構感動するんですよ。いや、もうありがたい話でして、はい、本当にもう サポーターの方たちがいないとやっぱ僕たち成り立たないと思うし、はいはいはい、まあ、その声援っていうのはすごい選手の背中を押してくれてるなっていうのはあります、ね、やっぱこうあれですか、選手の立場からするとすごい力になるもんですか。力になりますね、はいはい、その声援が大きければ大きいほどやっぱり選手に与える影響っていうのは違ってくるかなと思ってます、うんうんうん、チームとしてこう調子が悪い時も変わらずずっと応援してくれてるわけですよね。そうなんですよね、はいはいはい、やっぱいい時もあれば悪い時もある中で、うん、前って変わらず、ね、精一杯応援してくれてるっていうのは、はい、まあ、やっぱ選手も励みになるっていうか、はい、サポーターたちと一緒に喜びを分かち合いたいっていう気持ちにはなってますね、はい、そこも含めてちょっと見てほしいと。そうですね、はい、まあ、ぜひあのスタジアム来て、はい、勝てるように精一杯応援していただければと思ってますね、はい、まあ、スポーツですから、まあ、勝つっていうのがもう大前提だとは。そうです、まあ、思うんですけどね、勝ち負けがありますけど、はい、まあ、うん、負けた中でも、まあ、学ぶこともありますし、うんうん、まあ、でも勝つっていうその喜びっていうのはすごいものなので、はい、はい、ぜひね、 J1 でね、FC琉球がバリバリ活躍してるところで本当にね、はい、J1 になるとまた全然違いますね。何が違うんですか。いや、もう、まあ、もちろんそのクラブ規模が違うので、はいはい、その所属してる選手の質だったり、うんうんうん、まあ、日本代表クラスの選手がたくさんいるので、はいはい、まあ、サッカーのレベルはもちろん違いますね。まあ、あとは、まあ、サポーターの雰囲気もそうですし、うん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 、もう全然もう違うんで、やっぱ琉球が J1 に上がって、まあ、沖縄の皆さんに体感していただきたいなって本当に思ってますね。そうですよね、はい、でもサッカーっていうのはここ数年で本当に日本全体のレベルが上がりましたよね。上がってると思います、はいはい、もう海外でも活躍されてる方がどんどん出てますし。そうなんですよ、はいはい、海外にすぐ行っちゃうんで、はいはい、有名な選手が、はいはい、逆に日本困ってるんじゃないか。なるほど。日本のレベルが下がるんじゃないかっていう心配は僕はちょっとしてるんですけど、はいはいはい、まあ、でもここ沖縄からもね、そういう選手が
出てきてほしいっていうのが僕ら沖縄県民からは。そうですね、ありますね。まあそうやって海外に出てくれれば、その FC 琉球というチームがこう全国に知られる機会になってくると思うんで、まあそういった選手をまあ育てていけたらいいなと思いますね。まあ西川さんはフロントという立場ですから、なかなかこう何ですか、表で表に出るような仕事ではないんですけど、やはりこうフロントの方々の力はすごく大きいと思うんですけども、やっぱりこう選手からフロントになるとまたねギャップもあったでしょうし、逆にこうすごいこう支えられて試合ができてるんだっていう感じた部分もあったんじゃないですか。いやもうこれは現役時代も分かっている、分かっていると思ってたんですけど、まあ実際フロントに入ってみて、まあ裏方じゃないですか、やっぱそういった人たちの支えっていうか働きっていうのはすごいなっていうのを改めて感じてますね。やってみて、やってみて思いますね。もうまあでも選手時代ってまあそこまでやっぱ考えられないっていうか、まあ選手をどれだけ長くやりたいかとか結果を残したいっていうことに専念してると思うので、まあそれはそれで本当にいいんですけど、まあ実際やっぱいろんな人がいて選手はプレーできてるっていうのをまあ実感してますね。なるほどですね。まあ、違う、同じサッカーでも違う目線で見てるわけですよね今。そうです、もう全く違う角度から見てますね。ですよね、はい、以前現社長の三上さん、はい、もうゲストに出てくれたんですけど、はい、すごいサッカー熱のある方ですよね。そうですね、社長本当にサッカーが好きで、はい、もうサッサッカーにかける思いっていうのはすごい人一倍、はい、そうですよね、ありますね、はいはい、逆にかそういう三上さんのお話聞くと、なんかこうすごい何ですか、こう FC 琉球のに関するのこう愛着というか、あこんだけ熱い人が、頑張ってるんだっていうことですごく印象がガラッと変わった記憶がありますね。そうです、まあ本当に社長が言ってるその、はい、クラブ理念っていうのが、うんうん、沖縄を愛し、はいはい、沖縄に愛されるクラブになるっていうのを、うん、まあ、それを本当体現できるように僕たちもやってるところですね、うん、はいはい、なるほど。もうだから今なんですか、コロナウイルスの影響ですごくスポーツが中止が相次ぐ、はい、そうなんですよ、ね、中でもうサッカーも、ね、例外ではなく影響を受けてますね。いやもう、はい、影響を受けてますし、まあ、実際、はい、まあ、J リーグも延期になってるので、うん、はいはい、まあ、再開は予定としては、まあ、3月18日のアウェーからになるんですけど、はい、うん、まあ、それもまだわからないところなので、うん、はい、まあまあ、僕たちもうずうずしてますし、はいはい、選手もうずうずしてますし、はいはい、まあ、でもこればかりは仕方ないことなので、うん、はい、まあ、今できることをやってるってところですね、うん、はい、そうですよね。マナミン、サッカーって見たことありますか？サッカーちゃんとこういう試合を見たことがないので、はい、うん、ちょっと見てみたいですね今の話聞いて、はい、その、まあ、試合はもちろんサポーターさんのこの応援がどんな感じなのかっていうのもちょっと気になりました、うん、僕個人的な意見なんですけど、はい、FC 琉球のカープ女子みたいな、うんうんうん、企画したらどうですか？だってイケメン多いじゃないですか。だって僕調べましたよ西川さんこれね、隠せないですよ、ネットの世界は今はこれね、西川さんすごい過去があってですね、2010年6月、はい、エンディーソフトスタジアム山形で行われたファン感謝デーに送る男前ダービーで初代王者に輝いたということですけど、はい、これはすごいですね。そうですね、約10年前ですかすごい衣装着せられたんですか？そうです、なんか王冠かぶって王冠ですか、はい、王冠かぶってマントを着て、はい、っていうなんか初代、まあ、スポーツ紙が企画してくれたやつだったんですけど、はい、まあ、初代男前になってこうファンサポーターの方たちから男前コールが飛び交うっていう。なるほど。山形の時になったんで、山形とその後、はい、横浜維新に移籍したりとかっていうのがあったんですけど、はい、まあ、なんか結構それがすごいまあ、影響力あったなっていうのが今になって思いますね、はい、全然男前でも何でもないんですけど、めっちゃ男前ですよね、うん、男前の人が言うとねダメなんですよ、それ言っちゃ本人ダメダメダメなんですよ、僕が注意しますよ
めっちゃ美人な人が全然とか言ってたらね、ダメだよね、あれね。でも男前の何なんですかね、定義っていうか、イケメンって、はい、まあそのままじゃないですか、はいはい、男前っていうのは、はい、何なんですか、男前の定義、逆に聞いてみたいですね。何ですかね、女性でも男前いますもんね。そうですよね、はい、そうなんです、いますよね、はい、だからこれあのみんな引っかかるんですけど、はい、イケメングランプリじゃないんですよ。これ男前ダービーって、はい、ネーミングすごいですね、はい、イケメンダービーじゃないんで男前ダービーなんで。なるほど、まあ、僕が勝手に思ってるのはやっぱ内側から出てくるものなのかなって。なるほど、はい、すいませんいやでもまあ、実際ね社長もイケメンだし、いろいろねそういう企画してもいいのかなと思うんです。そうなんです、選手確かにイケメンもいいんですよ。選手はパッと見ても本当に、うん、パッと見イケメンが多いので。多いんですよ、パッと見なんですかあと元イケメンとかね、はい、元イケメンもいますしイケメンっぽいイケメンもいますし、はい、いや僕ね僕だったらそういう企画しますけどねでもそしたらまたちょっと新しい新しい層が。そうです、実際どういう方が多いんですか、いやお客さんって。やっぱりどっちかというと年配の方が多いみたいな。あーなるほどなるほど、はい、データを取ると。なので高校生とか大学生が少ないっていう現状がありまして、なのでぜひまあ練習もしっかりですけど来てもらって、まあね、試合とはまた違ったこのプライベートな雰囲気を見ていただいて。で僕入り口は何でもいいと思ってるんですよ。そうなんですよ、サッカーを楽しむきっかけは。でカープとしてもそうじゃないですか、ルール分からない人いっぱいいるんですよね。でも彼女たちはそれでも楽しんでるんですよね。全然それでいい、それでも全然いいと。ルールが知らないっていう、知らなくても、まあだから、あこの人かっこいい、ちょっと見てみたいとか。あとでもいいと思うんですよ、だからあるじゃないですか、競馬とかでも馬が見たいから目が好きだからっていう人もいっぱいいるわけじゃないですか。楽しみ方っていろいろあっていいと思う、はい、いいと思います、んですよ。別にサッカー知らない人が来てもいいですし、はい、だからぜひね、カープ女子ならぬ、なんて言ったんですかね、琉球女子、そのままじゃなんか考えないといけないですね。そうなんですよ、だからもっともっとこう高校生大学生年代に、なんか投票企画したらどうですか。なんか一回やったんですよ。あマジですか。昨年、イケメン選手権みたいな。マスカはまた優勝してないですよね。いやいや全然何位だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、はいはい、やったんですよ、はいはい、でも やり方がうまくいかなかったのか、なんかこう あまりこう大々的にできなかったっていう過去があるんで、はい、またちなみに昨年は、はい、猪瀬康介がイケメングランプリ取ってましたね。あそうなんですか、はい、19歳です。どちらですか。猪瀬康介、あ、イケメンですねこれはモテるわ。19歳ですよ、せこいですよね。19歳に負けちゃいかんですよ。年齢層幅広いじゃないですか、はい、それでも、まあ、みんな横並びであれするってことですか、はい、そう、もちろんそうです。19歳と30代とかが一緒に、いや年齢重ねてもねそれはそれで仕草とかね、かっこよさ出るのでね。だからなんかこう僕が思ったのは、はいはい、なんか国際通りとかで、はいはい、誰がかっこいいみたいな、あのフリップかなんか作って、はい、作ってやったら面白いかなと思って、はいはい、めちゃくちゃ面白いですよ。全然本当知らない人が見て、はい、全くそう、ね、情報なしで、情報なし、フラットな状態で顔だけ見て、はいはいはい、やるっていうのは面白いかなって思ったり。僕ねやっぱりその最終的に企画力だと思いますよね、はい、最終的に、はい、そのサッカーが好きな人を集めるんじゃなくて、そのサッカーっていうものをのなんか売りをみんな見つけて、そこからお客さんを集めていくっていうのもありかなと。もう全然ありなんですよ、思います。いろんな楽しみ方があると思うんですよね。はい、もうきっかけは何でもいいと思いますので、はいはいはい、ちょっとやりたいで女子が集まると男子が集まってくるじゃないですか。それです。で女子の口コミって半端ないんですよ、はい、で彼女たちってね SNS でガンガン活用するので、はいはい、宣伝効果も多分すごいと思います。そうなんですよ、はい、確かこの方、この猪瀬選手がイケメンっていうのを広がっただけで見に来ますよ。そうなんですよ、多分数百名来ると思います今聞いてる人ももしかしたら、ね、多分多分今ね多分30名ぐらい増えてるはずです実際本当にもう人気があって、はい、まあ彼もすごい面白い中身もすごい好青年なので、はい、じゃあ試合始まる前に歌ってもらいましょうかいや何でもやってくれると思います。なんか FC 中くらいでジャニーズ作ったらどうですか。5名ぐらい。それもいいですね、はい、あちょっといやそういうグループ作る、パフォーマンス企画力だと思いますよ。そういう風に、
まあ、アンケート取って選ばれた5人でなんかいいと思いますよ。やるみたいなのもいいですよね。いいと思います。ぜひラジオで。いいですね、はい、やりたいです ね、 本当に。あとね、僕よく企画するんですけど、ラジオの2時間特番を組んで、はい、公開ミーティングするんですよ。はいはい、公開ミーティング。じゃあどうやって盛り上がるかなってラジオですとコメントが来るんですよね、はい、でそれを全部に意見を流して公開ミーティングってめちゃくちゃ来るんですよ、あの意見が。なるほど、ね、でしかもそのミーティングを公開しているので、はい、宣伝効果もあるわけですね。で参加することによってどちらかといえば自分ごとになるじゃないですか、うん、はいはい、でこちら側からしたら全く知らない情報が入ってくるの で、はい、で本当に、ね、すごいサポーターってうちらっていうらしいんですよね。うちらっていうんですよ、うん、はい、FC リーグの本当のファンっていうのは、はい、あ、サポーターですって言わないんです、はい、うちらっていうんですよ、はい、だからそういう人が増えるとすごいと思うんですよね、うん、やっぱりこうそういう人を作るためにはどうするかというと、やっぱりいかに関わらすかだと思います。一緒に企画を考えるとか、うんうんうん、一緒にスタッフしてもらうとか、うんうん、でそうするとファンっておのずと増えていくと思いますね。やりましょう、やりましょう、本当にぜひ公開ミーティング。でそうすると、ね、絶対スポンサーになりたいっていう企業が出てくるんですよ。いや、だってこんだけの女子を抱えてるわけですから抱えたいです、ね、抱えてるんですよ。これいいじゃないですか、これキーマンですね、これ猪瀬さんゴールキーパーですけど、これエースストライカーですね。いやもうそう、うまいうまい、そうそう、言ってください。守るだけじゃないよ守るだけじゃないよって攻めようぜって言ってください、はい、だいぶ攻めてます。攻めてですか。だいぶ攻めてます。ゴールキーパーなのにだいぶ攻めてます。守りも大事だよって言っててくださいね。結構普段着とかも攻めてます。攻めてるんですか。だいぶ着こなしてますよ。いやでもどうですか、マナミン女子の、はい、ね、側からの意見としては。でもやっぱり選んでもらいます、マナミン、はい、独断と偏見で。いやもう今フラットじゃないですか。フラットフラット、はい、あでも猪瀬さんやっぱりかっこいいですね、うん、一票入りましたね、猪瀬さん。猪瀬か。あ、でも本当にかっこいい人です、ね、多いでしょ、はい、イケメンね、多いでしょ。小泉さんとかもかっこいいです。あ、人気です。あ、人気です、うん、人気ですか。さすがですね。これね、西川さん、もうちょっとね、FC琉球の売りをね、棚卸しした方がいいと思います。いや、僕はいっぱいありますよ、これ。僕は選手をもっともっと押していきたいなっていうのがあって、うん、まあ、僕も昨年までいたので、はい、一番選手に近い距離感にいるスタッフだと思ってるんですよ、はいはいはい、フロントの中だったら。もう次回から選手は顔で選んでくださいね顔だけ入れ、顔でベスト11、はい、顔審査も、いや、いいと思います。いろんな企画ができるじゃないですか、顔だけじゃなくて。だ、顔だけベスト11とかを作ってもらうみたいな、はい、のもいいですよね。いいですね、うん、でそうするとホームページにアクセスしてもらって投票してもらえば、はい、ホームページのアクセスも増えるので、はい、で絶対会場見たいですから、生見たくなりますからね。そうですね、これいいですね。で実際やっぱりこのサポーターであったりファンの人とかと触れ合う距離がなんか近かったりしたら、もっと親近感湧きますよね、うん、やりましょうよ、女子企画。どうします、ゼロ票とかいたら。はい僕も参加したいですね、ここに特別枠番外編で。いや、もうこれだけ言っといて、はい、いや僕ゼロ票だったんですけどみたいな選手が出てきて、西川さんめちゃくちゃテンション下がるっていう。いや、西川さん本気で参戦してください、本気で。なんか急にジムとか通いでしたね、うん、西川さん攻めてますね違う違う、僕だけっていうのはあれですよ、はい、この中で、はい、落ち込んじゃう人が出て、いや、プロですから、プロですから、はい、そこをじゃあちょっとまたエネルギーに変えて、そう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 、そうプロですから。いや、そうなんですよね、うん、はい、本当にプロは常に見られてなんぼですから、間違いないです、はい、実際今なんかこういう熱狂的な、なんだろう、サポーターの方とかっていらっしゃったりするんですか。すごいガンガン近づいてくる方とか。あ、います、まあでも選手からするとやっぱありがたいことなので、声かけてもらえるってのは、はい、うんうん、嬉しいですよね。嬉しいと思いますし、まあ、選手との距離も本当近いので、このクラブは、はいはいはい、ぜひぜひ。いや、なんかね、どっかとコラボしていろいろイベントできると思うんですよね、ね、うん、面白そうですね、いろんな理由で来てると思うんですよ、サッカー見に。そうですね、本当にサッカー見にだけとは限らずに、いろんな理由で来てると思うんで、そこを分析すると企画が立てやすくなると思います。そうですね、やっぱこういう選手たちのプライベートな面、はい、うんうん、一面とかっていうのをやっぱどんどん出して、はい、行きたいなって僕は思ってるんで、うんうん、まあ、顔はこわもてだけどめちゃくちゃ面白いことするみたいな、ね、いるでしょうか、料理が上手くてとか、はい、もう最高ですよ、この
福井亮次最高ですよ。福井亮次要チェックですね。もう僕も一押しですね。マジですか。皆さん福井亮次要チェックですよ。ホームページ皆さん見てくださいね。はい、本人聞いてますかね。会場で来て実際お話とかしてもやっぱ面白い方ですか。いやそれは面白くないです。それは面白くないですマジっすか。あ、それはあの全然面白くないです。大丈夫ですよ。風景をじゃあ見た方がいいですかね。いや試合風景見ても全然面白くないです。いや引き出さないと面白さ出ないんですよ。いやそれ僕が引き出します。あと面白くないもんどうこれと面白くないんですよ。わかります。わかりますわかります。中途半端ダメなんですよ。本当にどうこれとねすごい面白くなるんでね。こうシャイブっていうか、まあ、シャイだと思うんですけど、はいはい、まああんまりこう人見知りするタイプなんですけど、でも面白い要素を持ってるんですね。でもこう引き出せば引き出すほどもう出てくる。あ、でもこういうなんかパーソナル的なところを今聞いて、うん、はい、なんかまた親近感が湧く感じがありますね。ますね。わかりました。これ一人ずつゲストで呼びましょうか。いやいいですね。はい、あ、でもぜひ呼んでほしいですね。大変ですね。大丈夫ですよ。何周回るんですか。いやいいと思いますよ本当にね。何か企画したらいいと思う。もう結構人集まると思いますね。もう山口和樹。山口和樹めちゃくちゃ可愛いですよ。マジですか。今年からの選手加入した選手なんですけど。155センチなんですか。はい、はい、155センチですよ。一緒です。あ、本当ですか、はい、私と一緒です。 J リーグの中で最小。はい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 。いやでも彼のプレー見てみたいですね逆にね。もう1試合13キロぐらい走るんですよ。はいはいはい、だいたい平均 10.5 とかなんですけど、はいはいはい、11とかなんですけど、13キロはもう走り回る。へえ、まあそうじゃないとねこの身長じゃ生き残れないでしょうからね。でもこれ155センチで J リーガーってすごくない。すごいですね。いやでも夢がありますよね。もう本当そうだと思います。本当に、はい、やっぱこれスピードとかそういう運動量で。いやもうスピードももちろんあるし、はいはい、まあ、あと顔も可愛いし、ね、性格もすごいいいやつなんで、へ、2番目に推してますね。なるほど。福井亮次の次に。いやいいですね。でもこういうのをどんどん発信していくとやっぱりこうね、はい、試合も見たくなりますしね、うんうんうん、いいと思います。いいですね福井亮次。要チェックだな。聞いてますかね。聞いてますかね。あと山口和樹、あ、要チェックですね。いいですよ。いや今すぐ試合見たいね。そうですね。なんかこう、こう聞いてるとやっぱりなんか試合見たくなるので選手の良さっていうのをどんどん出していきたいなと思ってますね、僕は。いいですね。でもなんといってもね、話題をかっさらった小野伸二選手。いやもう、伸二さんはもうちょっとびっくりしますもん、テレビで見たときに。レジェンドなんでね。びっくりが来ましたよね。まさか僕も一緒のチームで一緒にボールを蹴れるなんて思ってなかったので。レジェンドですからね。やっぱり違うもんですか。まあやっぱり違いましたね。やっぱこのサッカーセンスっていうのがやっぱもうズバ抜けてるなって、はいはいはい、西川さんから見てもそう。もちろんです。僕サッカーセンスないので。いやいやもう、能力がすごかった。能力任せでやってきたので。まあいいじゃないですか、男前ダービーで優勝したのね。まあまあ、こういうビッグネームとやっぱこう間近で、お話をしたり、はい、あの練習みたいにその意識、はいっていうのはチームにとってすごく大きいんじゃないですか。まあ、チームにはやっぱいい影響は出ると思います、はい、うん、もちろんあのサッカーに取り組む姿勢とか、うんうん、まあ、その練習前後だったり、はいはい、そういう体のケアの面でもそうですけど、うんうん、サッカーに対する取り組みっていうのはやっぱ学べるところはたくさんあるかなって思ってますね、はいはいはい、でもそういうところもいろいろ見てほしいですよね。そうですね、はい、まあ、僕は以前あの、うん、三浦和義選手和さんと一緒にチームに行って、はい、まあ、僕が幼い頃から憧れてた人なので、はいはい、まあ、まさか2人目のレジェンドと一緒にサッカーを。そうですよね。いやこれ沖縄県民がどぎものくなりましたからね。うん、嘘だろって言いましたね。来てくれんのみたいなね。まあでもそういうね、サッカーの楽しみ方、FC リキの楽しみ方っていうのもいろいろありますし、あと逆にこういろんな意見出してもらいたいですね、お客さんの方からもね。そうですね、やっぱそういうのも取り入れながら、うん、まあ、いろんな 話を聞いて、うん、まあ、こういうことやったらいいよっていうのも意見もらいながら、ね、逆にその意見がもらえるような環境というか。そうですね、それを作らないといけないですね。そうですね、はい、もう話しやすい環境とか。ぜひ特番組みましょうか、2時間の。お願いします、ね、やりましょう。いいですね、ぜひ、はい、
FC 琉球をもっと、はい、ね、盛り上げようという大解剖いいですね、大解剖いいですね、はい、絶対に公開ミーティングでめっちゃいいですよ、 やりたいですミーティング公開するんですよ、やりたいですね、はい、で告知してミーティングに参加してもらうんですよ、はい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 、日本中の人を、でそうするとすごい意見が出てきます、でそれがまた採用されると嬉しいじゃないですか、あ、なるほど、そうなんです、そうそう、よくやるんですよね、いいじゃないですかそれ、じゃあ今度やりましょうか、三上さんに出てくださいね、はい、連れてくる、はい、三上さんにも伝え、はい、あ、伝えておきます、ください、はい、多分いろんな意見がね来ると思います、でそれまた一つずつやっていくとね、またそのチームが盛り上がるサッカーを、まあ、FC 琉球を知ってもらうきっかけにもなると思いますのでね、はい、いやーあっという間の1時間でしたね、はい、まなみ面白い企画もなんかできそうで、ね、あ、まあ、ね、福井料理料チェックだわそうですね、なんかぜひあの今度試合見に行ってちょっと見てみたいです、うん、会場では、はい、あんまり発揮しないかもしれないですけど、会場で発揮されたらもうあれですけど、はいはい、まあ、やっぱ練習場に見に来てもらったりとか、はいはい、まずそこからでもいい、はいはい、そうですね、あともうイケメンチェックするだけでもいいので、ぜひ皆さん会場に来て、はい、ぜひください、女子ファンを増やして、そこからどんどん、いや絶対女子ファンから増やした方がいいと思いますよ、いや僕もそう、うん、顔から入っていいので、いいんですよ、はい、顔から入って顔で終わってもいいんですよ、顔から入って顔で終わってもいいんです、とにかく皆さんが喜んでもらえればいいと思います、はい、一時ね、もうおっさんだけじゃなくてね、若い女性がいっぱいいるとね、はい、あの男性もまた増えると、そうですよ、もう会場がね、はい、華やかになると思いますのでね、はい、あのそういうのもね、あの企画ぜひしていければなと思っています、はい、西川さん本当にお忙しい中今日はありがとうございました、いえいえ、ありがとうございました、本当に楽しい1時間になりましたね、本当に今日ラジオを聞いた方は本当にサッカーの魅力、 FC 琉球の魅力がね伝わったんじゃないかなと思いますので、ぜひ、実際に会場の方にも足をお運びください、ぜひまたあの特番の方も企画させていただければ、はい、と思いますので、本日のゲスト様はですね、元 J リーガーで現在 FC 琉球のフロントで活動しております西川翔吾さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。